血縁関係。それは、親子、兄弟、姉妹などの血のつながりを表すものである。ママ子とママ親による家族形態のことをステップファミリーというが、日本法規情報でのアンケート結果によると、ステップファミリーにおける最たる問題点は、血のつながりを意識してしまうことだ。今回紹介するのは、自分が母親の連れ子で、姉とは血縁関係がないことを知らされた一致のお話である。昨日親父に告知された、戸籍見せてもらった、俺母ちゃんの連れ子、姉ちゃん知らないふりしてた、思えば結果したことなかった、めまいがする。で？まあ姉ちゃんは俺の彼女なんだけどね。ってことは父親とも血つながってないんだよな。それでも暮らしていけるんだからお前は幸せだよ。知ったからって何の違いがあるんだよ。俺と姉ちゃんって顔違くね？違くないだろ。いや目とか大きさ違くね？俺のがちっちゃくね？マジなんなんだよ。どうしたんだよ急に立ち上がって。ちょっと来い。なんだよ。お前に見せたいものがある。お前と姉ちゃんの歳はいくつなんだ？姉ちゃん21、俺17。これを見てくれ。なんで、俺と母ちゃんだけ離れてんだよ。お前は母さんの連れ子だった。は？俺は前の女と別れてから錦糸町のピンク系のお店に通いまくってた。ねよ。そこで母さんと知り合った。愛し合って結婚を申し込んだ。お腹には子供がいたお前だ。そういうことだ。なんだよ、それ、やめてくれよ。おい落ち着け話を聞け。うるせえ。俺は家を出た。いらない情報まで言ってくれたんだな。いいな、どんな、ってなんだよ。家族との血縁関係、そして、母親と父親の出会いについての、二重の意味で驚愕の真実を告げられる一致。これは一致への同情を禁じ得ない。畜生畜生畜生。おう、どうした？出かけるの？高尾？あんた誰だよ。え、何それ？とにかくそこら辺の公園で時間を潰した。なぜか泣いた。ショックだった。今考えれば親父の行動も、すべて他人のガキ相手だったと思えば、辻褄が合うようなことばっかりだった。無駄に厳しかったし、姉ちゃんも他人容疑なところがいくつかあった。俺はのけものなんだ。腹が減ったから家に帰ることにした。ただいま。お帰り。お帰り。おう帰ったか。家族総出で何のつもりだよ、ねよ。お帰りって言ってもらえて羨ましい。母ちゃんと血が繋がってるだけいいと思え。くだらねえ。悲劇の主人公ぶるなよ。これからは、お姉さんと血ではないところで繋がるといい。高尾、話あるからこっちを入れ。聞きたくねえよ。聞いて。うるせえな、関係ないじゃねえか。何それ、どういう意味？俺と関係ないじゃん、あんた。高尾。だってそうじゃん、関係ねえじゃん。親父になぜかぶんな、られた。いてえなぁ、なんだよ。そうだな、関係ないと思うならこの家から出てけ。は、出てってやるよ、バカ野郎。高尾。気持ち悪いんだよ、この家は。気持ち悪いんだよ。また俺は家を出た。姉は父親の連れ子ってことか？妹じゃないんだもんな。こういうことかい？親父と知り合った時には腹が膨らんでたってことだろ。姉は父親の連れ子、父は母親の連れ子、母親妊娠中に父親と知り合う、でしょ？お前ね、その年までまともに育ててもらって、勝手に家出てっても、お帰りって言ってもらえて、パソコンも使わせてもらってるのに、なんだその思考は。拗ねてんじゃねえよ。まあいろいろあるだろうけど落ち着いて聞いてくれ。余ったれんなとしか言いようがないんだ。すまない、マジですまない。悪いが本音なんだ。すまんねばいいと思うんだ。親父にそんな口調で気軽にで話せるとか羨ましいな。俺の親父にそんな口調で話しかけたら絶対なられる。今のところ一致は自分が最大の被害者のように語っているが、最も辛いのは姉なのではないだろうか。とりあえずコンビニの ATM で貯金全額下ろした。行けるとこまで行こうと思った。繁華街を歩いた。ドリーム女学園って書いてある店の前で足を止めた。気晴らしにピンク系のお店へ行こう。いらっしゃいませ。ここはどういうシステムなんですか？30分5000円になります。指名でさらに2000円プラスです。へぇ。失礼ですがお客様身分証などはお持ちですか？ないっすよ。お前、17歳だよな。なぜそのタイミングで。
父ちゃんと同じ道を。普通は家出といえば、ネットカフェや漫画喫茶、友達の家などを思い浮かべるのだが、一致の考えは違った。17歳の一致は、とんでもない選定ミスをしてしまったのである。高校生ですよね？違いますって。ちょっと。途中から怖いお兄さんたちが出てきて追い出された。畜生。外に出ると突然後ろから肩を掴まれた。え？やっぱり高尾だ。な、何の用だよ。なんでこんな店から出てきたの？ちげえよ。行こうと思ったけど止められたんだよ。それよりなんだよ。帰ろう。嫌だよ。帰ろう。姉ちゃんに思い切り腕掴まれた。こんなに強く掴まれたのは初めてだった。わかったよ。これは姉にもいるな。いい姉ちゃんだな。姉の名前は高尾でいいよな。姉ちゃん高尾の居場所がよくわかったな。ヒント姉ちゃんのバイト先。高尾が生まれた時ね、父さんに言われたんだよ。こいつは今日から弟だから可愛がってやれって。それだけだよ。他の家と何も変わらないよ。変わるだろ。変わらないよ。血が繋がってねえよ。ほら何も言えないじゃん。本当の弟だよ。ちげえよ。違くない。違くない。一人っ子からすると、血が繋がってようが繋がってまいが、兄弟は羨ましい。マジレスするとさ、他人のガキに厳しくするのって結構大変だぞ。逆に甘やかしてしまうだろうし、怒るのもためらうぞ。厳しいのも愛情だと思う。ここでとあるスレミンが、恐ろしい事実に気がついてしまう。なんで月曜日の昼間にこんなに勢いあるんだよ。無職多すぎ。そう、このスレは2008年11月3日の月曜日に建てられており、当時の時刻は昼の12時、ギリギリ昼食時間か昼食時間ではない時間との瀬戸際である。そもそも、まともな人間は月曜の昼間からビップを開かないのだ。本当だよな、ビップを渡。無職オープ。あ、俺は今講義中なんだよ。いい日なのに、なんかビップいろいろ終わったなと思った昼下がり。基本的に、月曜日という日は、理不尽な現実を突きつけられる日なのである。顔がちげえけど。あたしの方が綺麗だもんね。ねよ。姉ちゃんごめん。関係ないとか言って。じゃあどうする？何が？あたしただの女だよ。どう思う？は、気持ち悪いな。帰ろう。うちに帰ると飯ができてて、姉ちゃんは酒を飲みながら昔の話をしまくった。俺が他人なんだってことを時折実感して、姉ちゃんも姉ちゃんなりに苦悩したらしい。じゃあもう寝るわ。おやすみ。ちょっと待て、姉ちゃんと血が繋がってないってことは姉ちゃんと結婚できるんじゃん。リア充、寝よ。これで姉ちゃんと結婚してハッピーエンドだな。俺はベッドに横になっていろいろ考えた。今までと何も変わらないんだ。そう自分に言い聞かせた。高尾、起きてる？起きてるよ。姉ちゃんはだいぶ酔っていた。もう寝ろよ。ふ、さっきの話だけどさ、なんであんな店いたの？べ別にいいだろ。高尾もしかしてまだ、なんだ？気持ち悪いなぁ。なんで姉ちゃんとそんな話しなきゃいけねえんだよ。いいじゃん、正式には他人なんだし。さっきと言ってることが真逆だった。他人。そうだよ、私をそこら辺にいるただの女子大生だと思ってごらん。やめてくれよ。いいじゃんね、どう思う？俺は姉の胸元を見た。セーター越しに胸のラインがくっきり見えた。他人。え、来たー。ワップルワップル。何この展開、高尾にはがっかりですよ。もっとやれ。わずか1日にして、姉ルートへの突入フラグが立った一致。一致と姉はどのような関係になっていくのだろうか。どこ見てんだー。いて、何も見てねえよ。あー、暑い暑いなー、この部屋は。セーターを脱ぎ始める姉ちゃん。キャミソール一枚になって俺の横に寝転んだ。大きくなったね、高尾も。は。もう男の人だもんね。そういうことにも興味あるもんね。まあ。見たい？は？姉ちゃんは胸を指さした。親父ここもこんなに大きくなってたかお。親父かよ。間違えて、くとこだったじゃねえか。ね。騙されててくさ。見たくねえよ、そんな胸。そうだよね、姉ちゃんの、パイだもんね。おう。じゃあ、は、かになっても平気だよね、姉ちゃんだもんね。ちょ、やめろって。やっぱり、他人だね。これは、
一はヘタレだから結局手が出せないで終わるはず。落ち着け、落ち着け。自分に何度も言い聞かせた。しかし姉は眠そうな顔でこっちを見ている。高尾、ちょっと、冗談だって、ごめん。冗談で済むかよ、こんな、正気じゃなかった。いいの？もう戻れないんだよ。くそー。くそー。高尾。非常にけしからんけしからんな。同じ高尾として誇りだ。ガチャ。どうした高尾？これが実現した場合、家庭崩壊の危機である。姉ちゃん、ろ。いいよ。いつの間にもうそうとすり替わったんだ。このレスのおかげで現実に戻りました。今日は寒いですね。早く続きを。早く最後まで書いてくれ、もうそろそろ限界だ。続きまだ？おい、続きまだか。ふぅ。こんなあからさまな妄想すれで興奮でき、あ、ちょっと待ってね、ふぅ。こんな妄想すれで興奮できるお前らってかわいそうだよな。誰か309の続きを。高尾はどうなったの？結局309のレスを最後に、イッチがスレに戻ってくることはなかった。イッチと姉のその後の関係はどうなったのか。また、そもそもこの話は姉属性を求めるイッチの妄想であったのだろうか。もしこの話が実話であるのなら、この1日間で、子供からすると絶対に聞きたくはないであろう。衝撃的な真実をいきなり突きつけられたイッチが、今でも家族と前までのように仲良く過ごしていることを祈ろう。制作著作高尾。